お伝えします。ブラチスラバで対応説記念スロバキア準備委員会が発足しました。準備委員会は3月11日から4月20日までを記念期間とし、偉大なキム・イルソン主席の不滅の革命的生涯と業績を称える、講演会、映画会など多彩な政治文化の催しを行うことにしました。スイスとスペインで偉大な金正恩総書記と敬愛する最高指導者金正恩元帥の不調の著作、全民族が大団結して祖国の自主的平和統一を成し遂げようと、人民大衆へのメッシ奉仕は朝鮮労働党の総会方式であり不罰の力の源であるについての研究討論会が行われました。スイス地底思想研究会とスペインのマドリード地底思想研究会の人たちが出席しました。スイス地底思想研究会会長は、金正恩総書記の著作に示された朝鮮の統一に尽くして成した偉大な金日成主席の業績に詳しく触れました。そして金正恩総書記の普及の著作は、朝鮮民族の統一目指す運動に対する内外分裂主義者の妨害策動が日増しに悪辣になる現状からして、なおさら重要な意義があると述べました。スペインのマドリード地底思想研究会会長は、金正恩元帥の著作を読んで、人民大衆を最も大事な存在とみなす朝鮮労働党の気高い政治理念と、指導者と党大衆が一致団結した朝鮮の社会の素顔がさらによく分かったと述べました。共和国のパク・ポンジュ内閣総理がスンデ自動車連合企業所の実態を現地で把握しました。パク総理は連合企業所の各所で生産の実態をつぶさに把握しました。現地で協議会が開かれ、新型トラックのロット生産の初期化が討議され対策が取られました。パク総理はまた、ソウジョンエンジン工場、ピンヤン靴下工場を見て、新型トラクターエンジンのロット生産工程を完備し、朝鮮人民の好みに合わせて靴下の質を高めるための対策を取りました。朝鮮で苗木の生産に力を入れ、成果を収めています。チャガン道では、育苗場をさらに充実させ、苗木の生産の科学化、工業化、集約化のレベルを高めるために励んで、昨年より3500万本の苗木を増産しました。また各地の育苗場でも、省力と産業の質と能率向上のメリットがある森林機械を開発し、現場に取り入れて苗木の生産を増やしています。21日、朝鮮中央通信社が、パククンヘの恵みの週末は、希代の題材に対する民族と歴史の厳しい裁きと題した商法を発表しました。商法は、南朝鮮人民の大衆挙げてのキャンドル闘争によって、希代の反民族分子パク・フンヘは大統領府から追い出された。これで、腹心に射殺された父のように、民意のキャンドルによって裁かれた傀儡大統領として、南朝鮮の政治史に恥ずべき汚名の一ページを残した。2016年10月末から130数日間にわたって、南朝鮮全域を席巻した人民挙げての抗争は、反人民の悪政、大国追従、売国、同じ民族との対決に明け暮れた独裁の元凶、汚職の大元締め、パク・クンヘに対する南朝鮮人民の積もり積もった恨みと怒りの爆発であった。南朝鮮でのキャンドル闘争は、他に類を見ない人民挙げての抗争だった。南朝鮮で激しく展開されたパク・クンヘ弾劾のキャンドル闘争に連帯して、アメリカ、日本、カナダ、フランス、ドイツなど世界各国に住む朝鮮人もキャンドル闘争、自局宣言運動、デモ行進を繰り広げた。自主、民主、国の統一のための南朝鮮人民の抗争は、大国追従、売国、保守勢力との激戦であった。南朝鮮人民の闘争の歴史に歴史とした足跡を残した人民挙げての抗争は、パク・クンヘのように人民を抑えつけ、民衆の思考と時代の流れに逆らう不義の勢力は必ず滅び、正義と真理で結集した人民の力は何をもってしても阻めないことを見せた。南朝鮮人民はパク・クンヘを人民挙げての抗争で断固と裁いた勢いで、
歴史と民族のゴミを最終的に埋設し、民衆が主人となった新しい政治、新しい制度、新しい社会をもたらすための大衆挙げての戦いに奮い立っていると述べています。20日、朝鮮中央通信社が朝鮮民主主義人民共和国外務省スポークスマンにインタビューしました。共和国の周辺諸国に対するアメリカ国務長官の歴訪を機に、アメリカ政府が共和国を威嚇しプレッシャーをかけようとしたことを受けてのもので、スポークスマンは、先日アメリカ国務長官ティラーソンは日本と南朝鮮、中国を歴訪し、この20年間アメリカが北朝鮮の非核化のために傾けた努力は全て失敗し、オバマの戦略的忍耐政策も終わったと辞任し、北朝鮮がアメリカと同盟国を脅かす場合、合理的に対応すると豪語した。オバマがホワイトハウスを去る日まで口が酸っぱくなるほど唱えた制裁なるものを、今度はティラーソンが恩返しに言っている、こう述べ、次のように続けています。要はオバマもティラーソンも、なぜ共和国が核武装へ進んだのか、なぜ今核武力の強化へと一途に進んでいるのか、その根源を知らずにいることだ。我々の核武力は社会主義の国を守り、人民の生活を守る正義の利権で、最も頼もしい戦争抑止力だ。アメリカは目を大きく開いて世界を直視すべきだ。我々にはアメリカの望むいかなる戦争にも毅然として対応してやる意思も能力もある。アメリカの実務官割の当局者たちが我々に凄みを聞かせてみようと思ったなら、そんなことが我々には適用しないことをすぐ思い知ることになるだろう。社会は共和国がこの度の大出力エンジンの地上噴出実験で収めた大きな勝利の歴史的意味について遠からず知ることになるだろう。15日、国連人権理事会第34回会議で朝鮮代表がアメリカと西側諸国、南朝鮮の人権状況を非難しました。代表は、アメリカは世界最大の人権不毛の地、人権蹂躙の大元締め主犯である。国際社会と国連人権理事会はアメリカの人権蹂躙行為をこれ以上黙認してはならず、一日も早くアメリカに集団的なプレッシャーをかけなければならない。欧州連合も他国のことに因縁をつける悪習を捨て、加盟国内の劣悪な人権状況を正さなければならない。日本は過去の特大の反人民の罪に対する謝罪と賠償はおろか、認めさえしていない典型的な人権蹂躙犯罪の国だ。日本朝鮮は世界最悪の人権のツンドラだ。昨年4月、情報院のゴロツキが中国の浙江省で共和国の女性の公民十数人を白昼集団拉致したが、未だに生存の確認さえ否んでいる南朝鮮当局の行為は、21世紀の典型的な集団拉致特大の人権蹂躙行為だ。共和国はこれからも敵対勢力のかつてなく悪辣な共和国押しつぶし策動をことごとく粉砕し、人民大衆中心の朝鮮式社会主義制度を一層強固にしていくと述べました。18日、アメリカの侵略的な戦争装備であるサードの配備地に指定された南朝鮮の京山北道ソンジュ郡で、不法サード抜本から無効配備強行中断のための全国民大会が開かれました。全国民主労働組合総連盟と全国農民会総連盟、社会進歩連帯とサード配備阻止全国行動など、市民団体社会団体の人と各階層の市民、野党議員がこれに参加しました。早朝バスなどに乗って各地からソンジュ郡貯蔵面のある建物の前に集結した人たちは、ソソンリの開館まで平和の歩みと称するデモ行進を行いました。参加者はソソンリの開館前で集会を開きました。集会では発言があり、決議が発表されました。決議は、アメリカが稚拙で覇権的な行為を続ける場合、1700万のキャンドルの怒りがアメリカに向けられるということをきっぱりと警告する。自主と平和を願うキャンドル市民とともに、4月8日の第2回全国民大会をさらに大規模なものに成功させて、
アメリカと当局のサード配備の強行を阻止するだろうと述べています。集会の後、参加者はロッテゴルフ場まで行進して抗議集会を開いた後、ソソンリに戻ってキャンドル集会を開きました。傀儡大統領権限代行のファン・ギュアンがダレセルの挑発と弾劾事態への対応などと言って南朝鮮社会に反共和国対決ムードを煽っています。ファン・ギュアンはパククンへの弾劾が宣告されるが早く、国防省のハンミングと外相のユン・ビョンセに北のいかなる挑発にも即刻対応できる万端の準備を整えるべきだ、北の核ミサイル挑発に対応するための韓米協調と友好国との協力を強化せよなどと力説しました。またパククンへの弾劾を受けて国民向け談話なるものを発表し、北の核及びミサイル脅威などと共和国を甚だしくけなし、安全保障会議で北の挑発説を云々して傀儡軍が警戒態勢を強めるべきだとがなり立てました。また傀儡合同参謀本部の戦時指揮所を訪ね、憲法裁判所の大統領弾劾決定によって未曾有の緊急状況が発生しただけに、北が無謀な挑発に踏み切れないよう確固たる安保体制を整えてほしいと力説するなど、ファン・ギュアンの反共和国対決の狂気沙汰は極めに達しています。中国とロシアのマスコミとアナリストが朝鮮半島の情勢激化の責任はアメリカにあると主張しています。中国香港の大広報グローバルタイムズ環球時報は、朝鮮の核保有はすべてアメリカの対朝鮮圧迫のためであり、核戦争脅威の根源は朝鮮でなくアメリカ南朝鮮合同演習にあると評しました。香港フェニックステレビの評論員は、朝鮮の相次ぐ弾道ミサイルの発射は日常訓練の一環であり、国際社会も朝鮮の弾道ミサイルのテスト発射がアメリカ南朝鮮合同演習のように定例化したことを認める必要があると主張しました。リア・ノーボスチ通信社の評論員をはじめロシアのアナリストは、朝鮮の弾道ミサイル発射は朝鮮半島の現状から見ると自然なことだ、朝鮮は外部勢力の強い圧力から自己防衛のための政策をとっていると述べました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオーヨンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。ここでリスナーの皆さんにお知らせです。朝鮮民主主義人民共和国からお送りしている朝鮮の声日本語放送の周波数が地中106年2017年3月26日平安時間で12時から一部変更されます。平安時間で6時から7時まで、7時から8時まで、8時から9時までは短波 9650kHIS1865kHz、中波 621kHz でお送りし、平安時間で16時から17時まで、17時から18時まで、18時から19時まで、19時から20時まで、20時から21時まで、21時から22時までは短波 6070kHz、9650kHz、11865kHz、中波 621kHz でお送りします。ここでリスナーの皆さんにお知らせです。朝鮮民主主義人民共和国からお送りしている朝鮮の声日本語放送の周波数が、地中106年2017年3月26日、平安時間で12時から一部変更されます。平安時間で6時から7時まで、7時から8時まで、8時から9時までは短波 9650kHz、 11865kHz、 中波 621kHz でお送りし、平安時間で16時から17時まで、17時から18時まで、18時から19時まで、19時から20時まで、20時から21時まで、21時から22時までは短波 6070kHz、
9650kHz、11865kHz、中波621kHz でお送りします。以上、周波数変更のお知らせでした。悪事身に変えるもの。ともすれば同じ民族に難癖をつけ対決を煽る南朝鮮傀儡保守集団の悪習がまたもや表面化しました。パククンへの弾劾が決まるが早く、安全保障会議、臨時国務会議、全軍主要指揮官会議などを開き、各長官に電話をかけたりして北の挑発可能性、万般の対応体制維持を騒ぎ立てました。パククンへの弾劾の決定にびっくり仰天して無分別に振る舞っている傀儡保守集団の集体は少子千万なことです。根も葉もなく北の挑発可能性などと共和国に難癖をつけ、対応体制の維持を云々しているのには見過ごせない陰険な企みがあります。一言で言って安保危機、安保不安を不意調して、パククンへの罷免による深刻な政権危機を免れ、特大の汚職事件の共犯である保守集団に向けられる民意の矛先をかわそうとのことです。周知のように10日、南朝鮮の憲法裁判所は全会一致で国軍への大統領職罷免を最終的に言い渡しました。南朝鮮の各階層の人民は国間と強風にめげず、キャンドル闘争を繰り広げ、在任中大国追従と売国、同じ民族との対決、反人民の悪政をこととしたパククンヘとその手先と戦って、ついに弾劾決定を引き出しました。パククンヘの罷免は断じて許せない大罪を犯したことへの奮撃した民意の厳しい裁きです。ところが傀儡政権勢力はパククンヘの惨めな運命から教訓を汲むどころか、民意に公然と逆らい、同じ民族との対決に一層躍起になることで最悪の政権危機を逃れようとしています。今、南朝鮮の各階層の人民はパククンヘの弾劾は終わったのでなく始まりに過ぎないとし、パククンヘを厳罰に処し、保守勢力の反民族の支配に終止符を打ち、新政治、新生活を実現するまで戦い続ける決意を固めています。これに慌てふためいた傀儡集団は、いわゆる北の挑発による安保危機、安保不安の世論操作で高まるばかりの人民の反政府闘争の機運を鎮め、破滅のどん底から抜け出そうと必死になっています。さらに見過ごせないのは、悪辣な共和国バッシングで大統領選に向けての保守勢力の結束を図っていることです。南朝鮮ではパククンヘの弾劾以来、右翼保守勢力が急速に衰退しています。各界はパククンヘはもちろん、人間の不良品の集合体である保守勢力にも政治的死刑を言い渡しました。極度の不安感に包まれた傀儡保守集団は、北の挑発による安保危機の騒ぎという使い古した手口で民主改革勢力の進出を抑え、バラバラになった保守勢力を結束して愚かにも再選を狙っています。悪事身に変えるものです。歴史と人民に断じて許せない罪を犯したことで、パククンヘと共に葬られるのは傀儡保守勢力の宿命です。悪事身に変えるもの、交代してお話しました。税金から見る両制度。1963年、1974年3月21日、朝鮮民主主義人民共和国で租税制度の廃止についての法令が公布されました。イギリス先軍政治研究会、イギリス土思想研究会、朝鮮との友好協会イギリス支部は共同声明でこう述べました。朝鮮で租税制度の全廃についての法令が公布されることにより、朝鮮は世界で初めて税金のない国となった。文字通り驚くべき出来事だった。租税制度の全廃により、朝鮮人民は各種税金から解放され、人民の生活は一段と向上した。これは歴史の奇跡そのものである。ナイジェリアの新聞ニューナイジェリアンはその記事で、
朝鮮人民が税金のない制度で暮らしてきた日々を思い起こしてみれば、この国の人民がどんな環境と条件の下でも社会主義制度でない他の制度を選ぼうとしない理由が十分理解できると書きました。アンゴラ解放人民運動青年組織全国書記局メンバーは、世界には先進国、福祉国家を自称する国が少なくないが、税金のない国は朝鮮だけだ。税金のない国に生きるのは世界の人々の理想で希望である。朝鮮はまさに世界の人々が望んでやまなかった理想社会だと言いました。20世紀の世界史に記され、世界に大きな衝撃を与えた社会主義朝鮮での租税制度が全廃、同時に朝鮮では税金という言葉が永遠になくなりました。ところが資本主義社会では日を追って税金が増えており、これは一つの深刻な社会的問題となっています。アメリカの租税制度を見てもそれがよくわかります。アメリカで税金は国家歳入のトップを占めています。ゆりかごから墓までついていくのが他ならぬ税金である。使途税金は避けられない。これはアメリカ社会のどこでも耳にする言葉です。アメリカは経済危機に陥るたびに各種名目の新たな条項を編み出して税金を増やし、それをもって独占企業を生かす政策を実施しています。2008年の金融危機以来、アメリカの一部の州で葉巻タバコ税、肥満税のような消費に絶えない税金条項が新たに出現したのがその一例です。日増しに増えるばかりの税負担で人々は20、30の搾取を受け、ひどい生活苦にあえいでいます。アメリカの大多数の貧困者は2000年以降 50% 以上急騰した税金を払えず、年中飲料水と電力の供給が切られた家で暮らしています。ロシアのスプートニク放送は、アメリカで4個のうち1個は所得の 70% 以上を税金に納め、もし税金を払えない場合、その家族は即時追い出されると指摘しました。日本の雑誌社会商法にも、アメリカの租税制度が金持ちには良く、勤労者大衆には悪いと書かれています。これが万民平等、万民福祉を標榜するアメリカの現実です。不公平な租税制度はアメリカの政治が生んだ必然のものです。それで今アメリカでは過半数の勤労者大衆に貧困と不平等だけを強いる腐り切った社会を呪う各階層の勤労者大衆の抗議闘争が激しさを増しています。アメリカ社会に幻滅を覚えて変革を遂げようとの勤労者大衆の闘争は、社会主義に対する同型へつながっています。これを受け、アメリカの政権勢力の中で階級闘争が展開されているという悲鳴が上がっています。ワーカーズワールド紙はこうしたアメリカに次のように宣告しました。自由の女神が見下ろしている万民平等社会のアメリカは今悲惨な葬式を待っている。資本主義はその慢性的な不治の病のため墓場へ行く路上にある。その通りです。人民の血税で規制しながら人民に背を向けたアメリカの行く末は歴史の墓場しかありません。税金から見る両制度、交代しておなしました。